私が降りていった場所、それ100フィートの地下にあり、2つの金属製のハッチに守られ、北極の荒野に位置し、雪原の下に埋葬されていた。何があるとも知れないが、私は子供の頃以来感じたことのない何らかの感じを覚えた。これまで考えもしなかったが、我々は社会全体でセーフティーネットで守られていると実感した。電話線でつながる緊急サービス、労働環境における健康と安全、友達、家族、恋人、それらは何かが間違った時に沸き起こる最もありふれた感情から身を守るべく注意深くデザインされた構造の一部である。今一度、私は子供自体の記憶、助けてくれるべき友達や両親や先生は皆怖がっている遠くにいることを知りながら、上級生の輪に囲まれた時の感覚が蘇ってきた。困ったことになった。閉じ込められてしまった。ここから出なくては。何か生き物がいるようだ。英雄はハリウとかおとぎ話にしか存在しない。ここで何者かと対峙することになれば生き残りはしない。今は十分な警戒とステルスこと私の生き残る術だ。もし誰かがあるいは何らかの気配を感じたら、それ危険な存在なのかどうか分かるまで身をかがめて視界に帰らないようにするのがいいだろう。左コントロールを押して身をかがめれば影に隠れることができる。視界が青っぽくなるので分かる。加えて何者かが過ぎ去るまでを静かにしておくべきだ。光源を消しておくことも忘れるな。恐ろしいぞ。おお、怖え。完全に静かにした状態で、そういえば不可思も同様の状態となる。そのまましばらくすれば目が慣れて安心できるようになるだろう。見た目ほど重くない。自分を守らなければならなくなった場合、武器にもなりそうだ。せっかく、敵っすか。いい木箱。今ここの赤い場所に行って、どこに行けばいいのかな。やっぱオフィス、倉庫、爆薬、北部、工房、目的リスト。倉庫から行ってみるか。いや、オフィスか。Anyone here? うこえ。だって、なんかいるんだろ。これなんだ。大きな木箱。オフィスか。これなんだろう。ランタンか。ランタンが使われていたことを見て、服からある場所に違いない。ランタンの燃料まだ少し残っているようだ。お、開いた。おう。いや、この驚いた今の、正直に。これはなんだ。ここで多くの歴史が言葉に綴られ、そして朽ちていったようだ。文字が読みづらくなっている。長年の湿気と寒さが言葉の意味を永久に消滅させたのだ。これは何だろう。
なんか入ってんのかな。入ってない。これも入ってない。これも入ってない。これなんだろう。デキストリンの瓶だ。何かに使えるかもしれない。1945年と日付の入った軍のレポートだ。1945年8月15日司令号非常用滑走路ズール州法グリーンランドにおいては非凡な州だった。定期補給の積み荷を受理した。避難訓練を実施した。滑走路の点検点検が完了した。鉱石量の増加により私は点検の実施頻度を週に2回にするよう命令した。負傷者1名。負傷した人物のロンドンへの帰還が懸念を生むことがない。ドイツ全数を4000マイルも進めるようなことをしなかったからだ。私の部下が2名我々の工房兼武器庫で中ボムを製造していたことを発覚した。その上いくつかの指を吹き飛ばしてしまった者もいる。私が彼らの倉庫に保管している爆薬物マニュアルの利用許可を与えたのにそこで必要な材料を学んだのだろう。そうした点から今回の件について、私にも一部責任があることを認め予防として問題のマニュアルを私のオフィスにある収納箱に保管した上で自然し、その鍵は私が身につけている管理するものとする。ということはやっぱり鍵を探さないといけないのか。もちろん2人とも罰せられ負傷した者は治療のため本国へ移送された。ラッキーじゃねえの。まあ指を失ったけどさ、ここにいるよりはマシでしょ。私にはもうどうにもできないことだが、彼にとってより適切な罰は国への立ち入りを禁止することだと思う。だがこの問題はもう私の手を離れた。この基地はかなり分断されている。時々私はもしこの戦争が終わったとしても我々が外部からその幸せを受け取ることはないだろうと感じている。補給長発令発破用ダイナマイト銃剣7丁。試験では不要だが手続きによりも我々は全て装備を所持しなければならない。工業用アイスピック1本。外部発にできる忌々しい氷を取り除くため、拡大鏡1個。カテゴリー 7C。 これは私のために。私のメガネはかなり悲惨な状態なので代わりのものがあればありがたい。鉱山の修理が進行中。骨組みは爆撃による存在的な焼傷に対して強化され、以前欠落した地区の採掘も進んでいる。珍しいことにそこである種の考古学的な発見があった。土の中で埋まっていた遺物がある作業チームによって採掘されたのだ。今夜遅く私が司令官の職務を終えたらもっと詳しく遺物を観察するつもりだ。人の手で作られたように見えるので、ね、内部には何らかの機構が入っているだろう。前蓋のように見えるものをすべて取り外し、内部から常に発射されている光がその源を発見できるかを確かめる。艦長 M 少佐。これは何だ。男だ。何かを握っている老人だ。彼は召し上がる人だが他人ではない。会ったことはないが、それでも私は知っている。私の前にいるあの男はハワードだ。彼は私の父親だ。うわ、何が起きたんだ。よくわからない。やめておくべきだったのかすら。第二次大戦当時の米国軍の写真だ。この行動はシェルターとして作り変えられたのだな。ロッカーまたは入れ物用にとても小さな鍵だと。これは何だ。コペンハーゲンポスト1930年8月17日月曜日。市の鉱山の底には精神に左右する何かが埋まっているのか。コペンハーゲン大学の研究者はグリーンランドの鉱山での高い自殺率の原因を岩石の中に入った精神に作用する化学物質によるものと考えてます。孤立した共同体を研究しているその大学は昨年最初に 北西部の、鉛鉱山に興味を持ちました。彼らはここ100年間でグリーンランドの自殺率が100年
100万人当たり46人と全国平均26人に比べ異常に高くなっていることを発見しました。さらなる調査により恐怖の多くが妄想型と総合失調妄想型総合失調症の早期の段階の兆候を発していると専門家によって診断されました。研究者はこれを受け最近になって幻覚作用を引き起こすが特性が発見されたリゼルギン酸という物質が岩石の中に入っていたのではないかと仮定しています。ほとんどの地元住民がインタビューに応じない中、インタビューに答えてくれた地元住民はこう説明しました。チューンゲートと知られるイヌイットの霊があの山に住んでいると。大学は科学分析の結果を待っており、研究は続きます。なんか精神病みたいなのが起こったみたいですね。といったことは化け物ももしかして妄想かなんて。何も入ってない。これは電池じゃん。てか相当古いバッテリーだろ。放電してるだろ。何も入ってない。ふん、これはなんだ。腐れかけた木の棚だ。発煙筒だ。なんか入ってるかな。ロックされてる。鍵が必要だ。これ開けて一緒と開きごま。科学の学術書らしい。爆薬のレシピでいっぱいだ。爆薬大卒1923年版。面白そうだな。第1章3節。ブラックマッチ式導火線。ブラックマッチ式導火線は最も古く最も簡単で現代の光学術に使用されている中で高い信頼性を持つ導火線の一つです。紐と火薬で構成されているので簡単に作れます。注意事項、衣類に化学染料が使われていないことを確認してください。必要材料、紐、できれば布じゃなくて綿の黒色火薬、デキストリン、紐を置きデキストリン接着剤の働きをします。でコーティングします。紐を慎重に黒色黒色って読むのかな、火薬で覆い使用する前には乾燥させておきましょう。第2章1節。ダイナマイト。1866年にアルフレッド・バーナード・ノーベルによって発明され、ダイナマイトは建設、採掘、および破壊に一般的に使用されています。今日も結構使われてるのかな。ダイナマイトは純粋なニトログリセリンによりはるかに安全に使用できると判明しました。ところがダイナマイトの爆薬成分は、なんて思うんだったっけな、これ不溶度不溶度じゃないと思うな。すいません、ちょっと飛ばします。そこはを染み込ませることで安全になっているものの、時間が経つにつれて漏れ出しやすくなり古い爆薬箱を爆発させることがあります。怖い怖い。必要材料、何々土、ニトログリセリン、少量の炭酸ソーダ、読めなくなっている文章、そして紙で巻いて短い棒にしてください。第2章3節。長いな。トリニトロトル塩 TNT は1863年にドイツ人の科学者ジョゼフ・ウィンバルントによって発見されましたが、真の可能性をもたらす前に数年かかりました。ドイツの技術は世界一でしたもんな。なぜなら TNT は爆発させるのが困難であり、またダイナマイトと比べて爆発力が少なかったからです。後に TNT の主な利点はドイツの海軍によって発見されました。海軍はイギリスの軍艦へ、莫大な損害を与えるために TNT の安全性を利用したのです。TNT は他の魚雷と違う性質を持つので、接触時には爆発せず船体の中で爆発させることができました。チャプター 2.6 アームストロングミキチュア。アームストロングミキチュアの使用には他の化学爆薬より
一層の注意を払うべきです。現在の加工術の中ではその製造方法はちょっとした伝説であるかのように、また非常に危険なものとして存在しています。信じられないくらい不安定であり、いかなる用途にも適してません。なんだよそれ。アカリン、バリウム、爆発の危険を最小限に抑えるため、ゆっくり、真珠にこの混合物を混ぜましょう。感度をわずかに減少させるため、バリウムの代わりに硫黄を利用できます。怖いものがあるんだな。何も入ってない。下から、お、なんだこりゃ。まあ本来の救急箱が欲しいところだが、少なくとも不祥事には痩せ我慢できるようになる。鎮痛剤、PSP か、なわけねえよな。ビーフジャーキーだ。もちろん強い匂いがする。何もない。よし、ちゃんと椅子はねえ入れなさい。ビーフジャーキー、ビーフジャーキー、うーん、火薬とか使えるのかな。このタイプライターは先日作られたものだ。ドイツ製、1923年。骨董品なんか関係ねえんだ。こんなもんか。あ、今回はここまでにしましょうかね。どうしましょう。これ勝手にセーブされるのかな。うっ、また驚いた。まあいいや、今回はここまでにしましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。